るほど。本日はいかがいたします？はい、頑張りましょうね。マスター、微弱ながらこの辺りから悪魔の気配が。悪魔撃退ポイントも最近いい感じに溜まってきていますです。その調子で今日もお願いします。私はもうマスターだけが頼りなんです。マスター、あなただけが頼りです。前にいますです。なかなかうまいぞ。
今日もお疲れ様でした、マスター。マスターって頑張り屋さんなんですね。マスターが頑張っている姿を見ていると、私も頑張らなきゃって思えてきます。そんな!ひどいですよ、マスター。お帰りなさいませ。マスター、お荷物が届いてます。どうやらエンジェルリング社からの粗品みたいです。会社はマスターの頑張りを評価してくれてるってことですね。私、天界の社員食堂で一時期おうどんばかり食べていた頃がありまして、すっかり食べ飽きたと思ってたんですけど、いざ食べられなくなるとまた食べたくなってきますね。私、ずっと着替えてないように見えますが、ご安心ください。天使は神聖な力で守られているので、ずっと清潔なんですよ。カードキーは天界と人間界をつなぐゲートの通行証になっているほか、私の職歴などが事細かに記録されています。明日も一日力を合わせて頑張りましょうね。ノルマ達成のその日まで。なんだ兄様、今日は兄様に見せたいものがあるんだ。あ、ちょっと待っててくれ。やっぱなし、忘れてくれ。言ってなかったか。まあ言ってなくてもいいんだ。これはお詫びだ。兄様はマニアックだからな。前に買い物に付き合ってくれたのに、結局悪魔が出てきていけなかっただろう。だからこれはそのお詫び。 あんまりジロジロ見るな、兄様のバカ。突然何を言い出すんだ。え、兄様が変だ。写真撮影まではまあわからんでもない。いや、わからないけど、兄様はなぜ学校のプールに忍び込んだんだ。不登校を決め込む私への嫌がらせか、嫌がらせなのか。聞けよ。なぜこんなことに。本当に？攻め？こんな感じか。
最高って、なんか気分が乗ってきたぞ。よし兄様、どんどん来い。なぜ私はあんなことを。また兄様に恥ずかしめを受けてしまった。兄様が時々おかしくなるのは何なんだ。しかしまあ、なんだ、これも兄様との思い出が一つ増えたとポジティブに考えるとしよう。夜だから誰にも見つからなかったし、分かってるだろうけど、他のやつには絶対見せるなよ。兄様、兄様、兄様はパッキーゲームをやったことはあるか。いや、たまたまネットでパッキーゲームの動画を見かけてな。恥ずかしながら私は存在自体知らなかった。パッキーは私のフェイバリットお菓子。パッキーについて知らないことがあったなんてショックだよ。何？今からか？わかった。今からパッキーを持ってそっちへ行くから、ちょっと待っててくれ。よし、準備はできたぞ。なんかドキドキするな。さあ、始めるぞ。はん。を見るたび思い出してドキドキしちゃいそうだ。もう一戦？さすがにそれは無理だ。恥ずかしすぎる。うう、ダメだ。まだドキドキが止まらん。世のパッキー愛好家たちはみんなこの試練を乗り越えてきたというのか。なんとほろ苦くも甘酸っぱいお菓子。じゃあな、兄様。なあ兄様、兄様は私に外に出て学校に通ってほしいのか。私と一緒に。バカバカ、いきなり何言ってんだ。いきなり登校は心の準備が必要だから、まずは人気のないところで試させてもらえないか。あの、兄様も一緒に。私だって兄様と一緒に登校したいんだからな。は大変でしたね。よく来たな兄様。実は前から兄様の持っているデビルスイーパーに興味があってな。私がそれパワーアップしてやろう。何、大丈夫だ。私に任せれば全てがうまくいく。それじゃあ改造を始めるぞ。なかなか興味深い構造だな。改造成功だ。さすが私。また気が向いたら改造させてくれ。
兄様。なあ兄様、私ってもしかして偉そうか？兄様が嫌なら別の喋り方を考えるぞ。お兄ちゃん、チルと一緒にお菓子食べよとか。ああ、やっぱ無理、今のなし、忘れてくれ。匿名掲示板を見てたんだけど、私が書き込んだネタが元で炎上した。私は軽いネタのつもりで書いたんだけど、大真面目に取られちゃって。やっぱり人間は恐ろしいな。こうやって窓越しで会話してると漫画に出てくる幼馴染同士みたいだよな。まあ私兄様の幼馴染じゃないけど、もしだぞ、もし私が兄様と幼馴染だったら、私も人間嫌いにはならずに引きこもりなんてやってなかったかもな。兄様ってさ、たまに家にあの天使以外の女の子連れ込んでない？兄様ってもしかして学校じゃモテ男なのか？確かに兄様はいいやつだからな。兄様ってさ、たまに家にあの天使以外の女の子連れ込んでない？兄様ってもしかして学校じゃモテ男なのか？確かに兄様はいいやつだからな。明日もいっぱい頑張るです。おやすみなさい。そうだ、言い忘れてました。なんとですね、明日は悪魔撃退ポイントが2倍になるお客様感謝デーなんですよ。この機会にバシバシポイントを稼いじゃいましょうね。こういうポイントサービスデーはちょくちょくありますので、お暇な時にカレンダーを見ておくことをお勧めいたします。いかがいたします？はい、頑張りましょうね。チル様の外出訓練、指定はここですか？おい、兄様。これはチル様の声？声はすれども姿は見えず。って、こんなやりとり前にもしませんでしたっけ？うるさい！お前は呼んでないだろ！相変わらずですね、チル様は。マスター、まずはチル様を探しましょう。兄様、やはりすぐ近くにいましたね。しかしチル様、なぜこのような場所に？学校で人目につかない場所っていうとここしか思いつかなかったんだよ。バカ、兄様のバカ、こんな格好するんじゃなかった。マスターはマニアックさんですね。やっぱ無理だ。出よう、兄様。マスター、まさか扉が開かないのですか？え、一体なんで？それはクロマの仕業です。その声、悪魔さん。いい感じの男女を体育倉庫の中に閉じ込めるラブコメ定番のカップ
成功です。いい感じ。ついでにエイです。うわミニ悪魔さんがチル様の中に。そんじゃ後のことは若いもんに任せて、クルナは退散するです。あとは二人でしっぽりやるです。ちょっと悪魔さん、最悪だ。なんでこんな目に。マスター、チル様が大変なことに。ここはマスターのモテオーラの出番です。愛の力でチル様に取り付いたミニ悪魔さんを浄化するほかありません。あ、愛って。兄様、兄様、頼んだぞ。その辺。なんか感じる。あ、これはたまらん。なんか感じる。その辺くすぶったくなってきた。なんか感じる。悪魔だ。これはたまらん。体勢を変えるぞ。そこは、その辺。悪魔だ。なんか感じる。悪魔が中に。
大丈夫、だいぶ楽になってきた。気持ちよかった。私のこと助けたいっていう兄様の気持ちちゃんと伝わってきたぞ。私、ジル様？私、兄様のこと、兄様のこと、好き。ごめん！やっぱ今のなし！